まさかな、まさかあのキャラがいるなんてもう最高すぎる。ナンバーワンの狙い。もうええ。カイロとか、ヤマトとか、いやー、サボもいる、エースもいるし、カタクリもいるんだぜ。最高でしょ。しかし、トゥルトゥルトゥル、ポッポッポ見た。なんとペローナいいの、ペローナ最高だね。ペローナとミホーケ。あと、エレルがいれば完璧だったんだけど、エレルは、いないって言ってるー。ラインナップはね、全部で16して、まただよ。全部で16種で、ワンボックス、14個入り、ワンボックスコンプできねえ。くそー、絶対これワンボックスコンプにしてくれたのがいい。最低でも200個は買わないと全種コンプできないんだよね。ワンボックス14個だから。で、ステップは揺らすでしょ。ステップ2、回す。で、ステップ3、弾く。これはクーナッツの遊び方ということで。で、ラインナップね。モンキー・リ・ルフィ、ロロド・アゾロ・ナミニ、ウソッペリ・トリートリ・チョッパ、シャンクス・バゲ、ポートガス・ディ・エース。で、いや、サボもちょっとめっちゃくちゃ欲しい、サボ。で、ハンコ、ボア・ハンコ、クリ、シャーロット、カタクリもいいの熱いよな。シャーロット・カタクリ。で、カイドウ、ヤマト、コウズキ、オデン。ワノクリ編の連中が。で、ペローナとミホーク、チラッケル・ミホーク。最高だよね。いきなり最後にこの二人がで、シークレットでエレルとかね。っていうかさ、今こそ、今映画やってる今こそ、映画のキャラも出すべきなのにね、歌とかさ、言ったらね。なんで映画のキャラ出さないんだろう。サニーくんとかも欲しい。サニーくんとか絶対可愛いよな。まあいいや、とりあえず、ワンボックス目から開けて、200個あるからコンプできると思うじゃん、余裕で。いやいや、できないんですよ。前回のさ、いや、思い出すたびに辛いよ。前回の鬼滅の刃の結果ね。あれは強かったわ。鬼滅の刃。絶対コンプできると思ったらさ、まさかの結果だったじゃん。だから今回もまさかの、ああいう結果になるんじゃないかと思ってすごい怖いんだよ。しかし、まあ大丈夫だろう。とりあえず、でもペローナ出れば俺勝ちだからさ、全種コンプリートしたいけど、とりあえずペローナが出れば俺的には大勝利。あ、で、これさ、配列順番見たいっていうね、リクエストがあったんだけど、一応、まあこう手前から開けていくけど、順番とかね、別に関係ないと思うから、これ、バラバラに入ってるからさ、まあ一応、手前から取っていこうかな。前の鬼滅の刃の時にね、順番見たかった、配列見たかったですっていうリクエストがあったんだけど、これちょっと順番とか、綺麗に入ってたらいいんだけど、バラバラに入ってるから、まあ順番とかね、ないと思うんだよね、配列、アソートというかさ、ないと思うから、まあこのまま開けていきますということで、ハサミ、全種類コンプリートできますようにお願いします。全種類コンプリート。ワンピは絶対決めたいね。鬼滅に負けてるから、ワンピは絶対に決めたい。頼むぞ。一発目からペローナ。嘘っしょ。嘘っしょ。確実にこれ、ペローナがいいか。おお、やったすげえ。一発目からペローナ来た。ほろ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 。顔、似てねえ。ペローナ全然似てなくね。ペイバイでも、まあでもペローナってわかるね。うん、帽子かわいいな。帽子がちょこんで乗ってる。顔全然似てねえだ、なんか。まあ、デフォルメされてるからしょうがねえよな。ちっちゃくな。しょうがねえけど。いや、よかった。ペローナゲット降臨ね。ペローナトゥロリーン。やったぜ。で、一応ね、こう順番通り取っていく。努力は頑張ってね。こう順番通りね。取ろうと。いや、でもずれてるから大丈夫かな。順番通り取ろうとしてもずれちゃった。ちょっと申し訳ないけど。一応ね、順番通りね。一番手前ペローナだったわ。じゃあ、ミホークか、次。おー、コウズキおでんじゃねえか。やったー。めっちゃ調子いい。かっこいいね。煮えてなんぼのおでんに候。来たー、コウズキおでん。やはりこのクーナッツフォルミー、かわいいね。クーナッツフォルミー。だ、自分の好きなキャラがこう、クーナッツフォルミーで来るとなんか、グッとくるね。かわいい。めちゃくちゃかわいい。エネルもいたらな。最高だったのにな、エネル。重たいね、やっぱね。下、置き割り拳になってるからさ、下にすごい重りが入ってて、これ10個ぐらい集まるだけでかなり重たいからね。だからこの、ワンボックスかなり重たいんだよね。ダンベル買ってくれ。かなり重量があってね。結構、俺今までもう100個以上あるからさ、全部まとめて持ってたら多分すごい重たいと思う。めちゃくちゃ重いぞ、これ。おー、ヤマトだ。すげえ。ヤマト、ワノ国編が続いてるね。ヤマトゲット降臨で。てか、ワンピース読んだみんな、ジャンプ。いやー、ヤマトね。うわー、ね、ちょっとネタバレになるから、あれだけど、言えないけど。あー、もうね、あれだったよな、ヤマトだ。
嘘、マジかって。まあまあ、でもしょうがないね。まあ、しょうがない、しょうがない。で、こう、クーナッツをね、こう。でもって、お次はこれかな。これだね。これ、手前にあるやつ。これを取って、いや、ベローナ、一発目で欲しいの出しちゃったからな、ベローナ。もうあの、コンプできなくても、俺勝ちだからね。勝ち、おぉ、これは、シャーロット、片栗が、やったー、マジか、うひょー、あ、でも、片栗も欲しかったな、シャーロット、片栗。あ、ルイとのバトルめっちゃ、いや、あの、能力もかっこいいで、もちろん。あと、なんといってもさ、こう、取ったさ、あの、口がね、めちゃくちゃかっこいいんだよな。なんで隠すんだろうね、あんなかっこいい口してんのに。シャーロット、片栗。来ました、袋うなぎだよね。顔面、すごいかっこいいんだよな。スイーツの食い方も可愛いし。いやー、片栗は嬉しいわ。これは、ちょっと、あの、いいラインナップだよね。ホールケーキアイランドのラインナップ、片栗だけか。あとなんかいたっけ、ちょっと後であのもう一回ラインナップを。多分ね、あのハンコックと片栗が1個ずつみたいな感じ。なんか他のやつはさ、なんか2個ずつ。あ、ここはあの麦わらの一味で固まってて、でシャンクスとバギーでしょ、シャンクスバギーで、でエースとサボみたいな。でハンコックとシャーロット片栗が1個ずつで、カイドウ、ヤマト、コウズギ、ワノフクニ編で、ペローナとミホークっていうことで。でこれは、これは誰だ、わからん。ちょっと待って、これ誰、これ誰だ、これ、あ、カイドウだ、カイドウだ、一瞬わからなかった、カイドウか。カイドウだけなんかワンサイズでかくてもよかったやな。カイドウだけさ、ワンサイズでっけえの。カイドウ、同じサイズだからな、カイドウも。全く同じ、全部ね、同じサイズなんだよね。これ、ドラゴンボールとかさ、来た時に、あの、ブロリーだけワンサイズでかいとかさ、カイドウもでかいけどワンサイズで、そういうなんかでかさの違いもあっても面白いよね。でもって、お次、これかな、これでいいのかな、これで。上に飛び出して、まあ、次取るか。最初はこれ取って、な、ずれちゃったかな。ちょっとあれだよな、不安だけど、まあ、いいや。とりあえずあの、努力はしよう。手前から通るね。あの、一応順番通り。一番でペローナだからな。焦ったわ。一発目からペローナっていうね、奇跡目のこのレベルです。ガイル1のガイル1の、ボアハンコック入りました。ボアハンコック。ハンコックも強いよね。普通にタイマンで負けるわ。お前相手ほんとだけど、でけえじゃな。ハンコック。いやもうなんかハンコックの蹴り、まあ、ちょっと食らってみたいっていうのもちょっとあるけどね。あの、バレットに食らした蹴り、あの、巨大化したバレットに食らした蹴りが衝撃すぎてね。あれちょっと、やっぱり忘れられないよね。久しぶりにね、あの、スタンピード見たんだよね。最近。久しぶりに。で、改めて見てみたらさ、あの、ハンコクの蹴り、ハンコク絶対能力出しても強いよ。まあ、能力、プラスされてもっと強くなってるけどさ、能力出しても、俺が勝てねえよ。ボッコボコされそうだよ。まあ、覇気使えるからな。さ、でもちょ、髪があるんだよ。髪のね、切っちゃうんだよ、髪を。だからちょっと髪を切らないように、そーっと取らなきゃいけない。あー、ミホーク来た。ジュラキュール、ミホーク。夜しょってんのかな、夜。あ、黒糖夜はね、背中にないね。だから背中にさ、夜の、ね、絵があったらもっと良かったんだけど、夜はないね。黒糖夜。ジュラキュール、ミホーク。帽子かわいい。なんかかわいくない、帽子。帽子くるくるこれで確か取れない。あ、取れないでしょ、なってるね。くるくる回るけど取れない。ようになっておりますけど、ミホークゲットコリンで、よしよしよし、揃ってきたよ、揃ってきたよ、なかなかいい感じ。そしてどうだ、もうそろルフィとか来るんじゃないか。麦わら今一回も来てないような、麦わらの一味な、もうそろ麦わらの一味を出しておきたいのだが、どうだ、サボ、あ、サボだね、サボはサボかっこいい、サボめっちゃいいじゃん、なんかえめっちゃ、マジでいいわ、サボ。違和感あんまりないかも。この、クーナツフォルミーになって、大抵クーナツフォルミーになったペローナみたいにさ、え、誰君みたいになるんだけど、え、サボかっこいいかな、サボいいな、え、これはいいよ、サボかっこいい、サボかっこいい、サボめっちゃいい感じ。で、次これかな、これいい、これだよね、これを取って、さて、あー、まあでもコンプできないからな、どうせな、出ないには何かっていう、ちょっと切っちゃったな。これ、どうせ切っちゃうから、まあ、いや。思いっきり切っちゃおう。思いっきり切っちゃおう。あ、エース来た。すげえ、サボの次、エースか。エース来、わ、エースもいいじゃん。エースも全然オッケーなんだけど、ペローナめっちゃ変だったけど、サボと、あ、親父白ひげの。うわ、かっこいいじゃん。
エースすごい。エースとサボ今のところマジでいいよ、これ。ナンバーワンから作りとしては、ほら。エースとサボ。あ、ルフィもここに早くセッティングしたいな。エースサボ、入りました。で、次。あ、このワンボックスコンプだったらな、安心してさ、開けられるんだけどさ、戦いが続くからね。これ、200個目の戦いが続くからさ、めちゃめちゃ怖い。あ、取れちゃった。シャンクスだ、シャンクス来たー、ギャム、あ、いや、ギャムである言うの忘れ、あれ、俺言ったっけ、あ、いや、ギャムであると。ギャムソング忘れちゃった。最近ギャムソング忘れてくるな。で、シャンクスね。おー、あ、シャンクスのもいい感じかも。この違い何なんだろう、ペローナめっちゃ変なんだけど。まあ嬉しいけどね。俺の好きなキャラだから。ペローナ来てくれるのは。シャンクスもいいね。かっこいいね。赤髪のシャンクス。素晴らしい、素晴らしい。で、ルフィか。出ないのなんだ、これで、あ、合ってる、これ、あ、これでいいね。ルフィは、あ、っていうかさ、こう開けりゃいいんだよね。こういう風に。そうすれば、ハサミいらないね、別にね。ほほほほほ。超、初じゃない、麦わらの一味。やっと来たね。あ、かわいい。めちゃめちゃ、なんか艶消しされてないこれ。ちょっと艶消しされてる。あ、さっきもあったんだよね。艶消しされてる やつ。テカテカのまんまのやつ。なんか艶消しされてるやつがあるな。チョッパーも艶消しされてる。揃ってきましたなぁ。かわいいですなぁ。でもやっぱ、ペローナかわいいね。ペローナ全然顔似てないんだけど、ペローナってわかる一発で。かわいいなぁ、やっぱ。ペローナかわいい。で、次が、あ、これだな。これ。この手前にあるやつ。で、あと3つか。あと3つ。いやぁ、何出ないんだ。ルビー出ないのかなぁ。ルフィ出なさそうじゃない？なんか、ルフィ。どうしよう、ルフィ出なかった。やばいな。麦わらの一味も出始めてるから。あ、ごめん、ナミさん。ナミさん、落としちゃった。ナミさん。ナミさんね。チョッパーと来まして、ナミさんと来まして、次は誰が来るか。めちゃくちゃ怖い。ルフィ出してぇな。この箱で、ちょっと待ってて。コンプできないの嫌だからな。いやー、大丈夫、いけるかな。頼むぞ。頼むぞ。あ、取れた。ゾロだな。ゾロ。ゾロゲット5人で、マリモ。ほんとマリモみてえな、この人だったろ。よし、ゾロ入りました。で、次、船長か。次、船長。ルフィじゃないか。ルフィ頼むぞ。ルフィ、これも最後だからね、この箱。この箱、最後ということで、もうない。やばいね。ルフィ頼むぞ。あと何出てねえかな。ルフィと、サンジか。あと、3つ出てないのあるはずなんだけど。来たぞ。ということはルフィ麦わら帽子ね、乗ってる麦わら帽子、かわいい、表情もいいね。海賊王に俺はなるって言ってるよね、このね、笑顔の傷もあって、ちゃんと素晴らしい。ルフィ作り込まれてるぜ。モンキーでルフィゲット氷で、あとサンジだよな、来てないの。サンジ麦わらの一味じゃねえか、全部来てねえやつ。ウソップとサンジだ。サンジもともといねえわ。あれ、サイズ、サンジいなかったっけ？サンジいねえじゃん。バギーだ。ウソップとバギー。出てねえわ。いや、バギーじゃなくてヤソップの方がよかったな、ここ。ウソップとヤソップのね。やっぱ映画の盛り上がりちょっと思い出したよね。ウソップとヤソップの。バギーじゃなくてヤソップの方が俺的にはよかったけど。まあ、とりあえず、あと2個だな。あと、ペローナ W もね、目指して、次の箱、行きましょう。すげえ可愛いね、やっぱ、クーナッツシリーズのこの、並べれば並べるキャラがね、集まれば、あ、まあ、単体でも可愛いんだけどさ、転がってコロ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 遊べるし、でも集めてこう飾るとさらに可愛さ増すよね。めちゃめちゃいい感じ。で、この箱で、ニコレ、ウソップ頼むぞ、おい、バギー頼むぞ、お前ら。いや、鬼滅思い出すな、マジ、あの苦しみ。まあ、本当はね、ここ開けてもいいんだけどさ、俺箱もコレクションで取っておきたいので、ちょっと綺麗にね、テープ切ってこういう風に開けるようにしておりますということで、最後の箱いきます。で、順番通りにこれもね、開けていこうと思うので、ね、いやでもこれ難しいでしょ、順番上から取った方がいいかな。上の2つを最初にやって、こう順番いこうか、こういう風にね。じゃ、まず上の2つ、この1個目から開けましょう。頼むぞ、ウソップ。なんとか今日は無事にコンプリートを決めたいんだが、頼むぞ、コンプさせてくれよ。やっぱ今もう旬だからね、今が旬のワンピース映画もやっていてさ、絶対にコンプしておきたいよ。いや、頼むよ。はぁ、見ようけ、2個目。まあ
ミホーカ来たということは、次ペローナじゃないか。次この上から。で、次がこう手前からこう、1、2、3で順番に取っていくから。ちょ、一応並んでるよね、これね。並んでるから、ラッキー、綺麗に並んでるわ。綺麗に並んでるパティもあるんだな。それでグッチャに入ってると思ったんだけど、すげえ嬉しいわ。取りやすい。ペローナかな？ペローナかな？ペローナじゃねえか。やったー、全然似てないけどな。ペローナ、ペローナ。俺さ、ペローダにはうるさいけど、ペローダ似てねえけど、まあ一応ペローダってわかるからね。オッケー、ペローダ二つ目、入りました。ありがとうございます。そしてこっから手前からこうね、取っていきますと。あと2種だからね、バギー頼む、あ、これハサミいらないんだった。これ、忘れてた。ハサミ使ってた。頼むぞ！あー、コウズキお姉、お姉様だね。お姉様、ゲット降臨で。ちょっと待ってくれ。で、こっから手前から取りまして、いや、出なかったらどうしよう、マジで。ほんとにきつい。200個買ってコンプできない。ほんまじできついからね。食うやつ結構高いしね。高いからさ、あー、やばいわ。ちょっと待って、やばいわ。マジでか、ちょっと待ってくれって。いいじゃねえか、コンプさせてくれよ。ワンピース、せっかくのワンピース食うやつなのにさ、肩くり、嬉しいね。肩くりのガブリは最高に嬉しい。しかしながら出るっていう、バギーと、ウソップ。全然出ねえ、ドゥルルル。なんで出ないのか、サボ、ドゥルルル、ドゥル。ちょっと待って。落ち着け。絶対出るよな。大丈夫だよな。出ないってことないよな。ちょっと待って、落ち着けって。バギー、頼むって。バギー。あとウソップ。ダブル頼むぞ。君ら出てくれよ。頼むぜ。最初に、まず、どっちか。エース。いや、でも、かぶり嬉しいね。エースのかぶり。フォートガス DS。 そしてお姉ちゃんだってもう残り少ねえぞ。大丈夫か。まあ、200個目だからね、パンパン開けていっちゃうからさ、あっという間に終わっちゃうよね。どうだ。ありがとうございます。やったー、バギー来たー。よっしゃ、オッケー。あ、やっぱバギーも艶消しになってるね。なんか艶消しされてるやつとされてないやつがあるな。やった、バギー、船長！ありがとうございます。よし。でさ、最近のさ、バギー、なんかギガゾンビみたいじゃない？最近のフォルビーが、ギガゾンビ、なんかカラカラでかく見せてるじゃん。こう、ま、でかい、あの、ブカブカ買うって。そ、ギガゾンビみたいになってきてるね、こいつね。ギガゾンビ大好きだからすげえ嬉しいんだよな。よし、オッケー！バギー入りました！あと、そっぺー、頼むぞ！そっぺー！いやー、ここで出なかったらどうぞ。しかも、映画見てさ、俺、ウソップ大好きになったんだよね。さらに。いや、さらに、最初そこまで好きなキャラでもなかったんだけど、映画見てめちゃもうかっこよかったよな、あれ。ウソップとヤソップ、あの、親子のさ、あれ最高。いやー、ちょっと待って。出ないとかありえねえよな。出るよな。頼むぜ！やめろ、マイナスイメージやめるんだ。バギー出たじゃん。だってバギー出たんだからウソップ出るよ、絶対。大丈夫。さっきもさ、麦わらの一部最後の方に出てたじゃん。でもこれ最後の方だからさ、ほら、もう最後の方だから、もうこの辺で出るんじゃないか。さあ、頼むぞ、ウソップ。ウソップ、パッパッパパッパッパパッパッパッパー、やった、コンプリート、ありがとうございます。ゼスコンペ、わあ、かっこいい。ウソップ、かっこよ、かっこよく見える、ウソップ。ウソップ全然俺そんな好きじゃなかったんだけど、めっちゃ好きになった、今回のフィルムレッドで。やった、ゲットできた。これでコンプだね。ありがとう。ウソップとバギー、ダブルゲットコリで。あとね、3つ残ってるから開けちゃうか、3つ。3つ何が出るか。ペローナ被んねえから、まあそれはないな、ないな。もう出てるからね、ペレローナで、ね。ペローナ同じやつで2個入ってることはないと思うから、全部違うやつ出ると思う。何出るかな。あ、ゾロか。ゾロと。で、最後。あ、ルビー被りてえなんだったら、ルフィ。ルフィ出ねえから、これ最後ね。最後のパッキーは何が出るか、モンキーレイ、ルフィ。おお、やった、海賊王に俺はなったぞ、やったぞ、二つ。ということで、ちょっと全部並べるか、コンプリートできたぞ。やったぜ、久しぶりのクーナッツ。全種類コンプリート、かつ、一番欲しいね。ペローナ、二つ。ありがとう、ダブルペロリーナ。やった、ダブルペローダもこれできた時点でもうコンプできなくても勝ちだったんだけどね。いやー、よかった、ウソップとバギー。
出てくれてありがとう。素晴らしい血管だったね。いや、ペローナマジ可愛いわ。すげえ、めっちゃ気に入ったこれペローナ。あとは、次回ね、第2弾、クーナッツワンピース第2弾で、エネルがね、来てくれた最高に、嬉しいな。いや、エネル来てくれることを願ってるわ。それではまた次回ね、次のクーナッツの回復レビュー動画でお会いしましょう。最高のメンツだったね。うん。フィルムレッドのキャラ、歌とかも欲しかったけど、せっかくだから、今映画、やってるから欲しかったけど、まあ、次回あたり来るかな、また。その時にまたね、いや、次回ほんとワンボックスコンプにしようくんねえかな。ワンボックスコンプ2個買うから、絶対、2個ずつは欲しいからさ、遊び用と飾り用でね、保存用で。2個買うから、マジで、ニアコンプにしてほしいな、ニアコンプ。ほんと、ちょうどコンプできないけど、辛いよね。2個買わなきゃコンプできないからな、最低でも。2個でコンプできんかったしね、前回の鬼滅に関しては。だから2コンプにしてほしいな。前までなんかできたやつもあったんだけどね、種類少ないやつとかは。基本ワンボックスでコンプできたんだけど。だから最近できないの多いからな、200個買わなきゃいけないから。またできるようにしてほしいな。しかし、顔が似てねえんだけどな。顔が似てないんだけど、サボとかエースとかシャンクスとかね、めっちゃかっこよかったんだけど、ペロでやっぱ合うやつと合わないやつあるよな。このクーナッツフォルムにしても、まあ、大丈夫なやつ、大丈夫なやつ。まあ、それも面白いよね。それぞれのギャラで違ってるから。サボとかエースかっこいいもんね。ほら、カイドウもなかなかいいわ。カイドウ。すごい気に入った。いや、次のシリーズも楽しみだな。早く出してほしいね。クーナッツワンピース2。マジでエネルコレクションしたい。ペローナコレクションできたからさ、絶対にさ、エネルもコレクションしなければならないのだが、早く出してお願いします。エネルコンプリートしたいと、なんかずっと胸がもやもやするわ。